とりあえずヒカルに言いたいことがめっちゃあって、彼に YouTube で晒されたわけやけど、晒されることが自分の中に悪いこともあって晒されてるのも分かってるから、あいつが個人的に俺に物言うてくるんやったら全然よかったけど、ああやって YouTube で晒されたことによって俺はいろんなものを失ったわけですよ。仕事も含め、友達も含め、何だったら家族にもちょっと疎遠にされて、もう今何も自分の中に残ってない状況にされました。でもそれも別にいいんですよ。でも俺が許せないのは、例えばあいつが俺の連絡先を知らない、俺と会ったことがないんであれば、YouTube で探してああだこうだ言われてもいいんですよ。例えばあいつからまず1回アクションがあって連絡取りたいですって言われて俺が無視し続けたんやったら、それされてもいいんですよ。しかも俺はあいつに直接何かしたわけじゃないんですよ。でもそれを人がヒカルを使ってああいうことをした、でもその中であれをされたことによって、僕は変な話コンビニ出た時によう分からんやつか一見蹴られたわけですよ。で完全にヒカルの YouTube を見てるやつで投げ台詞として、あ YouTube 見たぞみたいなこと言われて、でそれ俺やったからよかったんです。全然いいんですよ、俺が蹴られる分に。別に我慢してないだけの話だし。結局それで、視聴者の人間が、うちの実家を晒したわけですよ。住所。で、お前、自分でバリュー問題の時に、家族が巻き込まれたことってめっちゃ怒ってたよな。結局それと同じことちゃうの、今回のこと。お前が文句あんねやと俺に言ってきたらええやん。うちの母親とか、実家とか、妹とか、姪っ子とか、関係あらへん。うちの母親も80歳超えとんの。その母親に、お前の家みたいに大量に物が届いたり、夜中にインターホンを乗らして逃げられたり、それでうちの母親は過労起こして倒れてどないすんねんと。街中歩いとって蹴られて怪我したらどないすんねん。もし死んだらどうせお前責任取れんのか。お前自分がやられた嫌なことを自分がすんねんや頼むから。お前俺の連絡先知ってるやんけ。お前んとこの社長の〇〇と俺 LINE 交換しとんねん。一回会ってるやろお前と俺は。会ってるにもかかわらず何でお前その遠回したことすんねん。文句あんねんって直接言ってこい。お前が動画晒したことによってうちの家族巻き込んどんねん。それがお前にとってどんだけ嫌なことか、お前が一番よう分かってんちゃうんだ。自分がやられてんやろ一回つ。なんでそれが分からへんって単純に。お前最初会った時、俺と会った時お前のところの社長お願いがありますと俺と会ってんねんぞお前。その時お前俺に対して目も合わさずずっと携帯いじってたよな。俺が喋りかけてもお前ずっと下向いてたよな。お前ただのコミュ障やろ。コミュ障の人間が動画の中でしか喋らないができんなこら、ほんまに。大概ムカついとんねん。お前のところの社長もじゃん。連絡先してるがこういうことするんやったらまず連絡してこい。対談してくれませんかって言ったら、あったわ別に。ちゃうかお前。うちの家族を巻く必要全くないやろ。お前んとこが住所さらすってことは、どれだけ危険がはらむかってことをお前が一番理解してるはずやねんぞ、ほんまに。なんでそんな単純なことがお前に分からへんの。お前テレビで通用するわけないんで、そんなことするやつ。コンプライアンスもないし、お前が通用しろ、お前がマウント取れる番組の中だけや。お前が一ゲストとして出る番組にお前が成り立つわけないやろ。何がテレビ媒体お前興奮するか。使えるわけないやろ、お前みたいに何喋るか分からへんやつ。YouTube と違ってテレビの中にはちゃんとコンプライアンスであったり喋ったらあかんこといっぱいあんねん。どこまで家族に迷惑かけていいからなんてお前一番分かってるのに、できそれすらもできんねんぞお前は。お前ほんまにこの件でうちの実家の住所がさらされた件でうちの母親になんかってお前責任取ってくれんのか。お前これでお前の視聴者がうちの母親を蹴ったり殺したりしたらお前責任取れんのか。お前が発言してることっていうのはそういうことに対する影響力があるってこと分かって喋ってるのか。お前絶対分かってんやん。お前がその気でこっちに対して攻撃してくるんだ、俺もお前のこと攻撃するから。